ジャパングランプリ0番は前川中西の2人による優勝決定戦となりました。ただいまより優勝決定戦を行います。おい前川、今やらせろ、今すぐだ、おらやがれ、やめてやるよ、おらやがせ、それではこのまま優勝決定戦。両者が引き上げて、まだその余韻もたっぷり残っているこのリング上ですが、中西桃江が決起流行って前川久美子に対して即時決戦の要求を叩きつけています。さあ早くもニュートラルコーナートップロープから場外へバッター、ジャパングランプリの優勝決定はこの中西か前川か。いやー、宮本さん、ちょっとこれ中西の表情はかつてないその気合が感じられるんですけど、ね、本当ですね。最終戦で藤井を下して勝ち点16をもぎ取った前川か、最終戦で下田を下して勝ち点16を取った中西か。あっと今場外では下田が中西の足を捉えました。つい先ほどジャパングランプリの最終戦を戦った両者です。中西のこの対角線滑走路、そして場外へプランチャー、綺麗な中西のテイクオフですが、あっと下田がまたこの場外乱闘に加勢しています。先ほどのジャパングランプリ最終戦で中西に敗れた収まりがつかまないのか、ここで前川が形勢逆転です。もちろん共に勝てばジャパングランプリ初制覇、これまでジャパングランプリ優勝の経験はない両者の戦いです。対角線飛ばした、飛ばした、後ろに回った、ドラゴンシュープレックスホールド、綺麗な弧を描いた、自らロープに飛んだ、さあ行きに行くか、ノボラッチはいかない、前川がこれを見切っています。この表情の前川は非常に怖い、走り込んでかかと落ちた、中西が落ちた、対角線に飛ばしていった、今度はどうか、うまいコーナーワークです。中西髪の毛を捕まえてバックに回った中西、フルネルソンからドラゴンは打てない、裏剣です。前川後ろ回し蹴り、上段に入った、引き迫る表情で中西を見つめる前川、浴びせ蹴り、中西の頭部を捉えている、この制空権は前川が握ったか、流れ式のブレンバスターに入るか、高さがある、飛距離も十分、担ぎ上げてパワーボム、中は力強く抑え込んだ、自らロープに飛んで回転式のかかと、中西に対してリードしている、抑え込む、カウントは1つ、さあ前川の優勝の瞬間が近づいてきた、かかとが入った、カウントこれも2つだ、前川の勝利の瞬間が近づいてきたのか、いや丸め込んだ、丸め込んだ、スモールパッケージホールドはカウント2つ、おっとここまで右足が届いています。前川川の雄たけびが後楽園ホールに響いています。白星はゆっくりと前川の手に転がり込みつつあるのか、いやそれとも中西がそれを奪い返すか。10分が経過しました。優勝決定戦です。新世紀の最初のジャパングランプリ王者を決める優勝決定戦、前川が勝機をつかみかけているが、ホームワークを使った、斜め込んだ、襟固め、中西のホールの体勢はカウントは2つ、ロープに飛んだ、ここに出すか、ここラッチは、いや前川に抑え込まれた、この状況ではまだ前川の方にスタミナが残っているように思われますが、かわした、中西がかわした、ジャーマンだ、ストロークを作った、そして前川に返したミサイルキック、あっとそれでも前川は倒れません、逆に前川が寄せを買って浴びせ蹴りを奪っていった、抑え込む、高をかわした、スモールパッケージホールド、カウントは2つです。
です。依然前川構成、宮塚押した、そして抑え込んだ、高さ抑え込みはカウントタッチ、中西の動きが一気に機敏になった、奥に飛んで天皇のマラッチはどうだ、3つだ、天皇のマラッチは決まった、中西桃江ジャパングランプリ01を制覇しました。ジャパングランプリ新世紀最初の女王はなんとこの小さな体の中西桃江がつかみました。喜びを全身で表現する中西、手を伸ばせば届くところまで来ていました前川久美子。表彰状並びに優勝トロフィーが松永会長より贈られます。今優勝トロフィーを高々と掲げました中西。放送席そして観客の皆さん、ジャパングランプリ初制覇です、中西桃江選手です。ありがとうございます。今年のジャパングランプリかけてました。やっぱりすごい厳しい戦いでしたけど、すごい嬉しかったです。でも最後に一ついいですか、伊藤さん、伊藤さん優勝しました。9月16日お台場赤いベルトかけてよろしくお願いします。今両者ががっつりと握手を交わしました。お台場で伊藤選手に勝って赤いベルトを巻きたいと思います。応援よろしくお願いします。大きな拍手お願いします。ジャパングランプリ初制覇、中西選手でした。ジャパングランプリ01新世紀最初の女王に輝いたのは中西桃江でした。赤いベルトへの挑戦権を力で勝ち取った中西桃江、さあ勝負は 9.16 お台場伊藤薫との赤いベルトをかけての一戦になります。